どうも、ヤスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今回ですね、はい、リカオマウンテンの福袋から出てきたウイスキーを飲む回でございます。もうそろそろネタ切れです。今回ですね、はい、ちょっと何回目か忘れたんですけど、はい、結構高めの1本1万円超えるウイスキーを飲もうと思います。今日のウイスキーはこちらです。エリカ島。ああ、そんなのありましたね。思い出しました。シェリーカスクかなんかあ、そうなんですよ。こちらですね、はい、ライトピーテッドの麦芽、うん、を原料に蒸留して、はいはいはい、でその後にシェリーダルに7年つけたっていう、なるほど、そういうウイスキーでございます。味わいはね、まろやかでしっかりした甘みと酸味に樽のウッディーさとほのかなスモーキーさ、ナッツ入りのチョコ、香りは濃く重めの甘い香り、ドライフルーツ、干しあんず、バルサミコや浅布のニュアンスというのかな。原料はモルトアルコール度数は50度。ちなみにネット販売で買うのは1本1万1000円。あ、そうなんだ、うん、え、じゃあ意外と手に入らないってこと？入らない。映画島のオフィシャルサイトの値段がそれだった。あ、そうなんだ。うん、500ミリで1万1000円でしょ。あ、高い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 よね。高い高い高い。まあもうシェリーダルにしっかり漬け込んだ素晴らしい色してますよ。これちょっと濃いっすよ、ね、なんかコルクも珍しくない？コルクはね、これは何の木だろう、なんか松かな。周りのおしゃデザインもおしゃれ。あ、そうだね。なんかこう樽も、あ、樽じゃねえや、蓋もなんか個性的な蓋で針葉樹使ってますね。松かな、ピーラー、なんか目がつむってるんで。よし、じゃあ開けます。はい、映画島って言ったら明石じゃないですか。ですね。うん、なんか明石がすっげえこう飲み口が注ぎ口長くなったバージョンみたいな。明石の超高級バージョン。超高級バージョン。明石のシェリーダル超高級バージョン。じゃあちょっといただきます。はい、お願いします。うわ、何この匂い、すごっ。重いなー。うん、ちょっとゴムっぽい匂いだよね。多分ね、これがピートなんだと思う。あ、ライトピーテッド。ああ、なるほどね。じゃあいただきます。うん、ちょっと塩味がありそうな匂いかな、塩っぽい。辛っ。ああ、おおお、うん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 、ちょっと待って、50%あるんでちょっと1回じゃ味わからない。もんもんとするよな。もんもんする。うわっとくるね。でも複雑にいろんな味が順番に出てくるね。うん、まずスパイシーでしょ。うん、50度の多分アルコール感だろうね、最初に来るのは。ピートとスパイシーがドンってくるんですよ。うん、ほんでアンズっぽい甘さ、うん、がドンってくるんですよ。うん、スモーキーもあるんですよ。うん、ある。ビリビリがすごいんですよ。唇がね、しびれるな、うん、あれ、なんかナポさんのさっきの説明でさ、バルサミコって言ったのがちょっと分かんないんだよな。バルサミコって酢じゃん、うん、肉とかにかけて食うやつ、はいはい、うん、分かるわ。ビネガーだ、ちょっとビネガー感あるな。そこまで酸味ある。酸味っていうかスパイスの感じが、うん、飛ぶっていうか、そんなに酸っぱくないんだよ。少し飛ばしてから飲んだらいいのかな。ああ、そうかもしれない。二口目飲んだらスパイシーさ消えて甘みから来たよ。そう、うん、結構ね、ドライでね、舌が冷たいんだ。あの、ミントみたい。ああ、最初に飲んだ時は多分開けたてだったからだと思うんだけど、うん、甘みすごいね、やっぱシェリーだから。うん、甘さと、シェリーダルの甘さと、うん、スパイシーさがどっこいどっこいなんですよ。もう、ボンボンって跳ね返ってくるような感じで。むしろ甘さこれで感じれたら特殊なベロ持ってるとしか思えない。シェリー感は出る、うん、シェリー感出る。ただ日本酒っぽいんだよな、どこか。もうそう、ガリッとこう強めの。ガリッと強め、ガリッと強め、ちょっとよくわかんないな。ガリッと強め、これ加水したら結構いいんじゃない。ロックロック、ちょっとロックいってみましょう。はい、じゃあ氷入れましたんでちょっと試していきたいと思います。はい、シェリー樽のピーテッドの甘さ。
パイシーだね。うん、スースーするんだよな。どれなんだよな。これアルコールのスースーじゃん。そうかな、うん、なんかメンソールみたいなスースーするで、舌はもうずっとピリピリしてるもんね。うん、山椒をちょっと舐めたってかじったようなピリッとした感じがあって、あ、すごいわかる。ピリッとかもすごいもんね。そうで、息するとやっぱりそのしびれた感じがする。やっぱアルコールかな、これ。あっちじゃなくてアルコールかな。まあ50度でも、我々50度別に飲み慣れてるじゃないですか、度数としては。うん、でもここまでピリピリするの珍しいかもね。うん、確かに樽の影響かな。わかるよね。でも全体的に深い感じじゃないんだよね。うん、さっきストレートは重かったんですけど、ロックにしたら軽くはなったんですよ、うん、口の中で言ったら、うん、真ん中にはあまり味が来なくて、周りがこうやられる感じ、やられる感じですね、うん、舌先も結構乾きますし、木とそのシェリー酒とピートの味しかしないですよ、うん、だちょっとそのピートもちょっとゴム寄りのピート、うん、あ、これはねハイボールだなこれよく言えば癖のあるウイスキーですね。癖のあるウイスキーだからハイボールかもしれない、うん、はい、じゃあハイボールですね。ちょっと炭酸水入れて検証してみたいと思います。あ、うまいハイボールうまい。塩味っていうか、ミネラルとピートと、うん、シェリーなの感じがすごくまとまって、うん、スパイシーさっていうか、そう、尖りがなくなって、なんか泡がねきめ細かく感じるようになった何だろうなサワーサワーですよ、サワー。ただね、まあ、ネガティブなことを言ってしまうと、やっぱりそのゴム臭さがやっぱしあるなっていう。それこれダメか、うん、まあ、そういうもんだと思えばいいんですけど、どっちに捉えるかですよ、ね、これね、ゴム臭さって取る人と、うん、磯臭さって取る人の2パターン分かれるんだよ。磯ほどミネリーじゃなくないこれ。いや、私はね、うん、磯臭い方に取っちゃうの。臭い、あの、海岸沿いみたいな。ああ、グレンスコシアとか、そっち系の塩味。もしかすると、アイラまではいかない。ほら、アカシーもすごい磯臭かったじゃん、ミネリーだったじゃん。ああ、まあ、そうですね、うん、昆布って言ってたじゃん、これ昆布とか、まあ、そうそうそう、そうだね、そうだね、アカシーだね、ほぼうん、でも飲みやすくなったね、そのスパイシーさがなくなったというか、うんうん、ピリピリ感がなくなったね。ハイボールって全然うまい。もしかしたら好みじゃないかもしれない。なおかつ、重い、うん、重いこれちょっと作ってる方には申し訳ないですけど、我々ちょっとね、まだね、割とまだ幼いんでもうちょっと年齢重ねたら美味しく感じるのかもしれない。これは独特な癖があるウイスキーだなと思いますね、うん、あ、そうだね、うん、なんか今回シェリーだったからこの独特な甘みが入ってきてるけど、うん、他のやつだったらもしかしたらね、あー確かに、もうちょっとすっきりな味とかいろいろあるかもしれないですね、うん、いやちょっと重厚感すぎて僕ちょっと違ったっていうか好みじゃなかったな、これに関しては。正直な話、最近ナポさんね、ナポさん好みのウイスキーばっか飲んでたから、うん、これはもうちょっと年齢重ねて、うん、なんだろうな、もっと人生に重みが出てきたら飲んだ方がいいウイスキーが。なるほど、重みのある人生、重みのある、これもうちょっとしたら絶対美味しくなるはずだ。もしかしたらほら一回開けて、はいはい、あのホッチしといて、あ、絶対そっちの方が美味しい、そっちの方が美味しい、まろやかになる可能性ある、うん、熟成ではないけどなんかこう飛ぶっていうか、ちょっとアルコール飛んだ方が美味しそうな気がする。可能性ある、うん、ハイボールは美味しかった、うん、おすすめはハイボールです、開けたてはということで今回ですね、はい、リカーマウンテンの福袋くじから出てきた、はい、映画島チェリーカスク7年、はい、こちらを味わいました、はい、はい、ということで、あのちょっと、うん、ちょっと僕らちょっと幼かったなそうですね、うん、もうちょっと大人になってから飲もうと思います。はい、この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイ。